中国共産党政権の不透明で独裁的な統治によりさまざまな力が秘密裏で中国の政治情勢を揺れ動かしていた2023年はまもなく終わろうとしています。来る2024年に中国の政治情勢にどのようなブラックスワンが飛来するのでしょうか。専門家は4つの領域に起こりうる問題点を指摘しました。ブラックスワン理論とは ありえなくて起こりえないと思われていた事件が急に生じた場合、非常に強い衝撃を与えるという理論で、このような事件がブラックスワンと呼ばれます。特に金融危機と自然災害などのブラックスワンに対する予測が増えており、これを毎年報じるメディアも少なくありません。台湾国防安全研究院戦略と資源研究所所長のソシウン氏は17日、 中国語新聞大起源の独占取材を受け2024年に多くの領域で起こりうる中共のブラックス案を分析しました1つ目は悪化する経済問題による悪循環現在習近平政権のさまざまな措置は中国とアメリカなどの西側諸国とのデカップリングを加速させていますデカップリングがないと宣言する中共ですが反スパイ法をはじめとする さまざまな仕打ちは多くの国際企業を中国から撤退させました。これは中国の失業率を高めるほか、年金問題と不動産問題も爆発の連鎖となりうるでしょう。二つ目は遅延衝突問題。2023年、中共と欧米の関係の悪化が明らかになりつつあり、インド太平洋における遅延衝突が持続していました。中共政権はアメリカ、日本、 韓国国などのにによる包囲網に取り込まれまれしたソシウン氏によると、中共政権はオーストラリアとの関係、経済の交流を改善しようとしていますが、これは表面上のことにすぎません。オーストラリアはオークス、つまりオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国の軍事安全保障上の同盟の枠組みを根本的に固く守ろうとしています。また中共の知性学的な拡張戦略は 最終的に日本の海上生命線を脅かしかねないと強く感じる日本は2024年韓国とともにアメリカとの連携をさらに密にしようとするでしょう。ソシウン氏によれば中共の軍事的な拡張戦略によって中共とフィリピンの関係において戦争が爆発する寸前になるほど悪化し続けているため中共の南シナ海における軍事行動に対して フィリピンは多国籍合同パトロール隊を結成し、この問題を収束させようとするでしょう。三つ目のブラックスワンは、中共政権の内部紛争だとソシウン氏が考えています。2023年、外相の信号と国防省の立証服が罷免されましたが、国防省は今でも不在の状況になっているので、習近平氏は自派閥の人を任命するか。 それとも他派閥の人を任命するかという究極の選択に直面します。ソシウン氏は、習近平氏が自派閥の人を積極的に任命すると考えますが、これほど長らく国防省の空席を埋めていないのは、習近平氏の自派閥の内部にも大きな問題が間違いなく起こっています。と述べました。秦剛氏も李尚福氏も、習近平氏が第20回党大会で自ら任命したのです。 他派閥はこの二人の就任後にスキャンダルを暴露させ習近平氏の人を見る目を揶揄する高級黒となりましたこれは政治権力をめぐる闘争の手段であり今後も似たような事件が発生する可能性がありますとソシウン氏は続けて述べました四つ目のブラックスワンは中国における感染症の流行状況中共政権は新型コロナウイルスの急速な感染拡大を 極力隠蔽していますが、さまざまな情報を見ると、中国各地の病院がまだ混雑しており、医療逼迫の状況が続いています。この状況をコロナと説明していない中共政権は、政治に透明性が欠如しており、ごまかしや情報の隠蔽、良いニュースは報じるが、悪いニュースは報じないという状況が長らく続いているので、状況によっては非常に悲惨なことが起こるでしょう。ソシウン氏は 基本的に中共政府は何もかも制御できない状態にあるので強権による圧政しか使えませんこの状況が累積していきやがて爆発を繰り返すことになるでしょうと述べましたソシウン氏はさらに2024年感染拡大がまだ続くと先ほど話したすべての領域における問題をさらに悪化させ連帯的に社会と政治の不穏を引き起こします これらのさまざまな問題の根源はすべてワンマン独裁に移行した強権国家にあるのですと述べました。ソシウン氏によると、中国におけるブラックスワンが起こると、その根本的な原因は習近平氏です。習近平氏は中国の現代化を壊滅させた第一人者であり、全責任を持つべきですと述べました。習近平氏の健康状況について、 すでに多くの声が上がっています。2024年に習近平氏の健康状況に警報がなるかどうかは予測できませんが、中共の組織的な問題が習近平氏の仕事量を増やし続けています。習近平氏の無能さと誤った決断の数々が景気後退の原因で、すべてのブラックスワンは習近平によるものです。情勢が収拾つかなくなると、 これらのブラックスワンが習近平氏の健康状況に悪影響を及ぼすでしょうとも述べました。ソシウン氏によれば、中共が直面するさまざまな危機がそれぞれつながっています。外交・安全保障問題での不安定さと国内景気後退の影響によって2024年の了解では社会安定維持により多くの予算を投じ国民を監視する能力を強化していくでしょう。これにより、 ネット上での言論の自由が、さらに厳しくなる見込みです。また、強権国家になればなるほど、インターネットをはじめとする国外に対する脅威が増すばかりであり、浮き彫りになる脅威は、中共とのデカップリングを加速していきます。取材の最後に、ソシウン氏は、どれほどのブラックスワンが中国に現れても、一番大切なのは中国本土にいる民衆の覚醒です。 軍事力の強さなどではなく中共の強権によって消される脅威と恐怖を根絶やしできる自由と民主こそが中国の復興の最も重要な根本であることを中国の皆さんに分かってほしいですと呼びかけましたそれを畏敬の,の,の念を抱くほどの壮麗さ。 人生さえ変えるほどの力強さ時が経つのも忘れるほどの美しさ今再びその感動が訪れる今年も演目を一新してあなたを待っていますシェンユ